万水砲弾、次女土井万水。宮城野の、元原の小葉にぎ、露を重み。風を待つごと、君をこそ待て。古今州恋の部、読み人知らず。この昔の名所、元原の号が、今日、仙台市元原町のあるところ、その二十一番地が、私の本邸であったが、 若干の貸し屋と共に20年、1945年7月10日の爆撃で怪人となった。今は一友人の行為により、その所有の借や青葉山に対し広瀬川に望む下壇川前町に少量一死の案を得つつある。その老居に1月28日、河北新報社の村上達夫君が来訪。 晩秋砲弾を観光しようとの行為であった。ついで、2月5日、立春の日に、村上達夫君と、宮崎康次郎君と、筆記者、立宮君とが来訪し、老来健忘のみならず、資料はことごとく消防して、花肌おぼつかない私の幼少年時代の思い出を記録した。第2の砲弾会は、河北新報社長、 菅野千雄君の正体で、清水康二の車両、五指定において、12日、一力二郎君、鈴木喜一郎君、小池健二君、高畑直貞君、村上達夫君、白石達夫君、宮崎康二郎君、桜井平吉君とともに催された。第3回は、郷土史家、三原良吉君、甘江富也君、宮崎君が来訪して、 花壇の釈で開かれた以上3回の砲弾をまとめさらに付録として若干の随筆を加えたものが本書であるあらゆる子らを皆先立て戦災により社会政策によりほとんど一切の有形物を失い大霊老失残禅を続けながら祖国の復興を祈ってやまぬ私はつい先頃 母大書大臨時に段と壮大として一知人の長寿を読みその中に一切は天命である君が七十八歳の私に先立つも天命である今明日にも私は君の後を追うかもしれぬあるいは嫌々ながら長寿を全うするかもしれぬどちらでもよろし臨終の時は遺族と友人と知人とに 長々ありがとうの感謝をささげて、名目する考えでいる。と述べたが、これが私の目下の心境である。昭和23年1948年4月、土井晩水。この嬢を書いた1月、5歳八重が急性肺炎により、1週間終傷の後、5月10日に死亡した。私は今、70歳の老前と、 16歳の孫と女中との寂しい4人暮らしである。